皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成澤博之です。ついに本日、今日この動画を撮っているのは10月17日なんですけども、私の新しい書籍ですね、星空撮影塾完全保存版が、はい、発売となりました。ありがとうございます。わーはー、よかった。概要欄に Amazon さんのリンク先がございますので、そちらからおポチりいただけますし、まあ、お店によっては置いてないかもしれないんですけど、全国の書店でも、お取り扱いしております。はい、ぜひご購入ください。今日の動画ですね、この本について、ご紹介と、どんな思いでこの本を作ったかっていうのを皆さんにお伝えしたいと思います。それでは行ってみましょう。星空撮影塾っていうこの本、実は3冊目なんですね。4年か3年に1回出してるのかな。でその度にまあ機材とか撮影方法とかが変わるので、まあ、その都度情報を更新するような感じで、まあ、情報的な扱いで最初は出版させていただいてました。この本にはですね、星景写真、天体写真、それからタイムラプスか、あの私タイムラプスの専門書を出しているので、タイムラプスの方はちょっとおまけで、星景写真、それから天体写真がメインになってます。で、あの前回ですね、作った時に星景写真の量を多めにしてほしいっていう話もあったので、星景写真を占める割合がまた増えています。前作と比べるとページ数が増えてますので、より情報は、たくさん入っているという感じになります。その星空撮影の基本的なところから、それから、中級者レベル、まあ、もしかしたら上級者の方でも、参考になる部分あるかもしれないんですけども、そういったところまで、一応網羅したというか、自分が思いつく限りいろいろ込めたというのがこの本になってますね。私これで6冊目なのかな、なんで出版させていただいてるんですけど、いつも本出す時ですね、その何も考えずに取り組んでるわけじゃなくて、ちゃんと目標を持って取り組んでるんですよ。今回の本はどういう風にしようかなってことを真面目に考えていつもやってるんですね。で今回この書籍を執筆するにあたってですね、まあ、どんな思いを込めたかというのをお伝えしたいんですが、私、まあ、性分というか性格的にですね、まあ、めんどくさいこと嫌いなんですね。要はそのネットでちょっとしたね、尖った発言して誰かに絡まれたりとか、なんか誹謗中傷受けたりとか、まあ、そういうのにほんとめんどくさいんですよ。だからあんまり SNS とかもやってないですし、こういった書籍、この本もですね、なるべくそのフラットな話題を扱おうというふうに、ずっと思ってて今まで取り組んでたんですよ。ただ、今私、独立し4年経ってですね、まあ、写真家としていろいろな方からお話をいただけるようになって、 YouTube の視聴者の皆さんとか、あとはオンラインサロン今運営してて、ステイブっていう、星空撮影に関する、あれやこれを教えるですね、オンラインサロンをやってるんですけど、そういった塾生の皆さんとか、自分のその撮影スキルなり、考えなりに、まあ、ついてきてくれる方っていうのが増えてきてます。で、まあ、そんな中で、いろいろ、まあ、思うことがあって、自分の考えをもうちょっと言っていいのかなっていうふうに、まあ、ちょっとマインドが変わったというか、そんな心境の中で作ったのがこの書籍なんですね。過去3作の中で、今まで作った本の中で一番ですね、自分のその考えとか意思とかが、入っているんじゃないのかなっていうふうに思います。私が星景写真を始めた時っていうのは、まだまだ撮影する人が少なかったんですね。でそんな中で星の写真っていうのが割と新しいジャンルだったわけですよ。で各メーカーさんももういろいろな被写体をこう訴求している中で、星空の撮影っていうジャンルに、新しいジャンルに、まあ、反応してくれたわけですよね。ですから今は星景写真や天体写真、まあ、星空の写真全般がタイムラプスも含めですけども、一つの分野として、ジャンルとして扱っていただけるようになったなっていうふうに思ってるんですけども、私が最初星空の写真を始めた時っていうのは、あんまりやっぱその風潮がなくてですね、まあ今もそうな気がするんですけど、星空がまあ写真文化に溶け込んでいないなっていうふうに思ったんですね。まあこれ、その今まで頑張ってらっしゃった諸先輩方がいらっしゃるので、決してその方々を悪く言っているつもりではなくて、自分が単にそう感じたっていう感じですね。その星空を撮る人と写真を撮る人の境界線がすごく
太いなっていう風な感じで思ったんですよ。なので私はその時にですね、まあ、写真をやってる方々にもっと星のことを認めてほしいなって思ったんですね。ですからあまり星取ってる人が所属していない日本写真家協会に所属したりとか、メーカーさんのプロサポート契約をしてですね、メーカーさんの契約写真家として、肩書きで活動させてもらったりとか、星空を撮ってる人が写真家をやっているっていうことの認知度を高めたいというかですね、まあ、それが自分にとっての星空の普及、天文普及につながると思ったので、そういった考えのもとで活動していたんですけども、どうしても星の写真が認められにくいことの原因っていうのが、私はですね、構図とそれから画像処理だと思ってるんですよ。この2つが独特であるがために写真文化に馴染めないのかなっていうふうに思っていたんですね。要は構図に関して言うと、まあ、この本でも書いているんですけど、星が好きすぎるんですよ。星が好きすぎて、星っていうのは例えば雲一つないピーカーの空だと、まあ、季節が同じだとすれば基本的に同じものが撮れるということになっちゃうんですね。なので背景に個性を持たせるのがなかなか難しいっていうジャンルなのかなっていうふうに感じてます。ですから、写真自体、構図自体に個性を持たせるためには、下半分の風景部分にこだわらなきゃいけないんですけども、どうしても、ね、星が綺麗すぎるんですよ。星が美しすぎるので、どうしてもその星空の美しさに負けた構図になってしまう。それから星が好きすぎるがために、毎回毎回同じような構図になってしまうと。で、星が好きな人っていうのはやっぱり昼間の写真ってあまり撮らないので、ここでその写真文化の違いが出てくるんですけど、昼間の写真撮ってる人から見た時に、どうしてそういう構図なのかなっていうことを思われるっていうか、聞かれることが多かったんですよ。なんでこれはこういう構図なのって、これ下半分これがあるんじゃないの、これなくした方がいいんじゃないの、これ入れた方がいいんじゃないの、みたいなことを言われることが私は多かったんですよ、写真家さんとの付き合いの中で。その中で回答っていうのは、いや、ここにオリオン座があるのでオリオン座は切ってはいけないっていうことで、これも何ていうか話が通じないじゃないですか。ここでも真っ二つに分かれるので、ああそういうもんなんだねっていうことで、認めてもらえるチャンスをそこでなくすっていうかね、まあそういう経験があったんですよ。だからもっと写真文化に寄り添った形で、その星空の写真っていうのをみんなに楽しんでもらうっていうことはできないかなとか、自分自身もね、そういった作風で活動してたら、もしかしたらオンリーワンになれるかもしれないな、なんていうふうに思って、でそれで、風景部分をどういうふうに取り入れればいいか、でなおかつ背景もちゃんと考えてね、両立させるっていうことをどうやったらいいかなってことをずっと考えて撮影してたんですね。天体写真は基本的に空だけを写すので、そここだわっていいと思うんですけど、星系写真に関しては星以外の部分も含まれてくるので、その部分をまあこだわって見てはどうかなというふうには自分は考えているんですよね。まあそれは星をメインにした構図がダメって言ってるわけじゃなくて、それ以外のアプローチもあるよっていう、まあ、相互理解とかいうか、そういうのを深められるような環境にならないかなっていうのが、そういう思いなんですよ。だから私自身も空を目いっぱい入れた写真も撮りますし、それとは別に風景も目いっぱい入れた写真も撮りますしっていう、両方やってるんですけども、まあなんていうか、そういうバランスですよね、難しいなと思って、もっともっとそのバランスをとって、写真業界全体に星空の写真っていうのを認めさせたいと。で、あとは画像処理ですよね。画像処理はやっぱり、星って基本的に見えないものなので、どんだけやってもなんていうか正解がないというか、で目で見たものと写真写るものの差って明らかにあるじゃないですか。適正露出を得ようとすると、どうしても人間の目で見たものとは全然違う写りになってしまうんですよね。だからこれはもうそういう写りをするもんだということで楽しむ必要があると思うんですけども、今は好感度の体制がすごく良くなったので星の写真楽しめるようになりましたけど、例えばこれが20年前のカメラっていうのは、もう感度800にしたらもうノイズダメダメだよみたいな時代があったわけですよね。でそこでも星を撮ってた方々ってやっぱりいるわけですよ。もうレジェンドがいるわけです。でそういった方が編み出したのが画像処理なんですよ。だから私は星の写真の画像処理にはリスペクトを持ってますし、他の写真文化、他の写真ジャンルにはないテクニックっていうのはあると思うんですけども、そのテクニックがあまりにもその、独特であるがために、ハイレベルがあるために、通常の写真を撮ってる人からは、まあ、
理解をされることが難しくなったのかなっていうのがあります。ただやっぱね、画像処理って楽しいんですよ楽しいし、ダメだった写真を救い出すことができたりとか、あとよく写った写真をより良くするっていうのができるんですよね。ただやりすぎるとなかなか理解が得られなくなってしまうっていうことで、やることはやってるけどパッと見た感じナチュラルに見えるっていうか、まあ、そういう風にやったらいいのかなと思って、まあ、私はそういう写真を今やってるんですね。だから成田先生の写真ってすごいナチュラルですよねって言われるんですけど、そう言われると結構しめしめなんですよ。いろいろやってるから、裏ではいろいろやってるんですよね。まあ最終的なアウトプットがナチュラルっていう風に見えるっていうだけであって、実際はまあかなりの画像処理を施してる写真っていうのは私もあります。うん、だからこれも画像処理を否定しているわけではなくてですね、なんていうかその構図と画像処理の部分ですね、そのバランスを取れさえすれば多分もっと星の写真っていうのは、写真文化に溶け込める、いろんな人のに理解していただけるっていうふうに考えているんですよ。そういったその最初の思いっていうのを思い出したんですよね、最近、ごくごく最近。こんな中で、この本の執筆依頼が来たので、うん、まあ、今回はそういったものを盛り込もうかなというふうに考えたんですね。で、星空を撮影するっていうことがだいぶカジュアルになって、撮影地なんてもう今ネットを探ればさらっと出てきますし、撮影方法なんていろんな人が紹介してます。だからものすごく星空の写真の撮影っていうのがカジュアルになってきたんですけども、まあ、カジュアルになった反面ですね、まあ、普及したおかげで専門性を持たない方々の情報発信っていうのも目立つようになってきました。私が見ていて、ああそれ間違ってんだけどなみたいなの結構あるんですね。まあ私自身ももしかしたらそんなこと言っといて間違って情報発信してることもあると思うんですけども、視聴者の方々が、何の情報が正しいのかっていうのを選択するのが難しい時代になってきちゃったなっていうふうに思うんですね。だからそんな中でもその正しい情報っていうのをね、ちゃんと明確にまとめて情報発信しなきゃいけないなっていう思いがあったので、まあこの書籍の執筆にですね、それを反映しています。あとは SNS ですよね。どうしても、まあこの本でも書いてあるんですけど、SNS って投稿してもですね、自分のダメなところに対してダメ出ししてくれるような人ってあんまりいないんですよ。どんなコミュニティでも。だから、その、まあ言葉を選ばずに言うと、ノイズまみれの下手な写真を投稿して、たくさんいいねもらってドヤーしてる方が、やっぱり少なからずいらっしゃるっていうのは多分皆さんも思ってらっしゃると思うんですね。それがダメなんだよっていうことも教えてあげたいなっていうことをこの本には書いてます。だから良くない画像処理の例とか、まあ、そういうのも、入れてるんですよ。だから何ですかね、今実際星の写真を撮ってる方、を対象にして、そういう方が見ても、あやべ俺間違ってたわとか、あ俺のダメだったんだみたいな、まあ、そういうきっかけになればいいかな。いや、まあ、ダメっていうか、あまだ改善の余地があるんだなっていうことを、まあ、知ってもらえたらなっていうこともこの本には込められています。まあそんな感じでですね、それらの要素を全部詰め込んで執筆したのがこの本なんですけども、結果的にですね、まあ、ちょっとなんていうか説教臭いというか、あなんか偉そうに言ってんなみたいなところで、ね、ちょっとやっぱ出てきちゃったんですよ。ただ、まあ、そういう思いのもとで執筆してるっていうことを、まあ、ご理解いただければなと思います。ただですね、本の内容に関してはしっかりと今のトレンドとか、あと撮影の基本とか、そういったことを、含んでいる内容になっていると思います。まあ、テイストがね、私の主観がちょっと入っているっていうところをちょっとご理解いただいて、楽しんでいただければなと思うんですね。でですね、この本作るにあたって一番苦労したのがですね、実は今回紙が変わってるんですよ。前作の本と比べてちょっと紙の質が変わっていて、あとカメラが高画素になってるじゃないですか。で、私も 8K のタイムラプスとか作ってるので、基本高画素機、5000万画素レベルのものを使ってるんですよね。そうで、プラスレンズがめちゃめちゃシャープになったじゃないですか、その画素数に合わせて。だから星の一個一個がですね、すごく小さく映るようになってきてて、
こうやってプリントした時にですね、写りにくくなったんですよ。こういう大きいプリントはいいんですけど、この写真で使われてるようなこういうちっちゃいね、こういう説明用の写真とか、こういうのが星がね写りにくくなっちゃったんですよ。星が消えるような感じになっちゃって、でその星を目立ある程度その目立たせるじゃないですけど、星があるんだっていうのを分かるレベルに、してくださいみたいな感じの依頼を出版社さんには、お願いしていたんですけども、まあ、それがねちょっとできてるところとできてないところがあって、あれなんだこの成沢この写真めちゃめちゃ下手くそじゃねえかみたいな、そういう写真がね時折出てきます時折出てくるんですが、あのまあそういった紙の事情ですね、があるんだっていうことをちょっとご理解いただければなという、まあ言い訳ですね、言い訳ですけども、そこはね詰め切れなかったのがちょっと後悔っていうか、まあ残念なところであるんですけどね。この本はですね、ぶっちゃけ初心者向けではないです。もちろん初級者レベルのお話も入ってるんですけど、どっちかといえば中級者上級者レベルの話の方が多いのかなっていうふうに思います。ですのでやっとですねこの本の存在価値が出てくるなと思いました。星空写真撮影ハンドブックっていう本が、これ別の出版社さんから出てるんですけど、こっちはですね、実は自分の中で思いっきり、初心者向けに振った本なんですよ。で小難しい話全部排除したんですよね。だから読みやすくて写真も多いっていう本になってます。ただやっぱりね、ちょっとこの内容が物足りないってねよく言われたんですよ。大事なことがこれは書いていないとか書いてあったんですよ。その大事なことを書くと結構めんどくさくなるから省いてるんだけどなっていう思いだったんですよね。でこれがそういった目線で書かれているので、こっちはですね思い切り中級者以上の話に触れたっていうものがあります。だからあの初心者の方はですね、こっちもこっちも両方買っていただいてですね、あのいろいろ読み込んでいただければなという感じなんですね。で最後にですね、この星空撮影塾、完全保存版、私一人の力では、作ることはできませんでした、まあ、機材面でですね、後ろに協力企業を書いて書かせてもらってますけど、いろいろなメーカーさんとか、それから、天体望遠鏡の専門店の方々、はい、それから作例の面ではですね、新星系写真家の、塚原誠さん、それから、私の星系写真の先輩の、湯浅光則さん、このお二方ですねの作例を、提供いただいています。ありがとうございます。本当にありがとうございます。私は塚原さんが、やっている新星系写真の分野っていうのはそれほど力を入れてないので、まあ、作例がなかったんですよね。だから自分の変な作例載せてもイマイチだなと思ったので、ちゃんと専門家の、作例をお借りしようと思ってお願いしたところご開拓いただきました。それから湯浅さん、湯浅さんもですねスマホの星系めちゃめちゃすごいの撮ってらっしゃるんですよ。で湯浅さんの作例使わせていただけませんかってお願いしたところ、快くですね、作例をご提供いただきまして、2人とも本当にありがとうございます。あと、この本のに載っているその説明用の写真ですね、特に天体写真の方はですね天文リフレクションズの山口さんの協力で作ってあります。あのいろいろな画像を撮影するのを手伝っていただいて画像を提供いただいてます。ありがとうございます。そのお三方のですね、協力がないとこの本は今回作れませんでした。本当にどうもありがとうございました。あと心残りといえばですね、この間オーロラの撮影に行ったんですけど、そのオーロラの撮影のこともね入れたかったんですよ。で本当はね去年行くはずだったんですね。でも山火事でオーロラの撮影行けなくなっちゃって、大規模な山火事が発生して、で今年に流れちゃったんですけど、そのタイミングではもう本の出筆活動はもう終わっていたので、オーロラのトピックっていうのは盛り込めなかったんですが、またそれはまた次回かなという感じですね。ということで、まあいろいろお話しさせていただきましたが、まあ、毎度のことですけども、かなりの熱量を持って私書籍に取り組んでいます。この夏はこの本の執筆にですね、本当ほぼ時間を費やしたような感じでございまして、とにかく大変だったんですけども、そんな中、出版となりました、星空撮影塾完全保存版、皆さんの撮影の参考になることを願っています。ぜひご購入ください。はい、リンク先は概要欄の Amazon リンクからぜひよろしくお願いいたします。それでは今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけね、どうもどうも、したっけ。